マッチングした名前の食材しか食えない企画、インネームプレート編、イエーイ。皆さん、スプラトゥーン3からネームプレートにね、なんとかかんとかかんとかみたいな感じで2つな、はい、追加できるようになったの知ってますか？ちなみに私は笑顔が眩しいアイドルで、ちょっと自分で言うの恥ずいな。はい、こちらね、食べ物もたくさんあるんすよね。今ちょっと軽く2つなをね、バーって見ても、ほら、アキレス腱とか、はい。全然違うわ。あ、ほらほらほら、ウニとか、まあ、いろいろ食べ物がたくさんあるんですよ。高級食材とかもあるし、なんだろ、唐揚げとかもあるんですよ。だからマッチングした名前の食材の今回は名前じゃなくて、はい、ネームプレートで、まあ、ルールはいつも通りこちら。ルールはですね、マッチング、自分含め8人なので7人とするじゃないですか。で、敵に来た場合は敵を倒したら、そのね、例えばだけど、なんだろう、あのリンゴリラマンっていう名前の人がいたら、リンゴが倒したら1人前ゲット。ただそいつにやられた場合、1人前がなくなってしまうということで、プラマイで考えてって、試合終了後にプラスだった場合、その人の1人前がゲットできる、リンゴが1人前ゲットできるみたいなものです。で、仲間に来た場合は仲間からナイスをもらえれば絶対にも1人前ゲットできるという企画でございます。まあ、いつも通りこんな感じなんで、いつものルールでちょっとネームプレートやっていきたいと思います。行ってきます。さあ、記念数、あ、刺身いる味方に。やばい、全然見えなかった。やばい、これ2つな見るのむずいな、一番最初に。やべ、誰があれかわからん。ちょっといっくんって人がナイスくれた。ちょっと待って、この企画ちょっとあれだわ、わからんわ、誰が誰だか。味方に刺身いたけど、まあ、とにかく1試合頑張ればいいのか。やばいやばい、ちょっと待って待って、すいません。あ、ちょやばいやばいやばい、雨、やばい、すごい、じゃあ、やばい、死ぬ、雨で。最初はっきり見ないとダメだ。何食べたい、みんな。一旦目標は唐揚げではあるのよ。ただやば、なんでやばいやばいやばい、どうしよう。なんか下手、俺今日、もう最悪、もう。これさ、なんか今までのマッチング企画はさ、うわ、何々がいるみたいなさ、こと言えてたんだけどさ、だ、例えば今だったら大鳥だから、鳥ゲットだ、やったわーいとか言えてたんだけどさ、それは聞いてない。でもなんか、わからんからさ、サンキューフォーエクスポーシャツ会全然いないわ。これやられるまでわからないんだけど、ちょっとあれだな、一番最初のところ写真撮ったりしないとダメだな。とりあえず味方のいっくんが刺身なのを祈るしかないわ。全然敵に食べ物の2つないないわ。これで確認できるかな、メモリプレイヤーの一番最初で。ちょ、頑張って見てみるわ。止めろ。全然新感覚ショックワンダー使いだったわ。マジかよ。もうずっと刺身の可能性があって、今ワクワクしてた気持ち終わりやん。さあ、第2試合目。はい、写真撮った。オッケー。写真撮ったから、味方は、なんもいねえ。敵は、ムキムキの魚なんとかいたぞ。あと、エナジースタンド使いた。エナジースタンドはエナドリに入るのかな？ギリエナドリに入るかな？どうなんだろうって思ってたけど、入らないか？でも、敵に魚がいるから、来い。あ、今来るのかと思った。最悪、俺のガイモリが。まあ、魚はこのようにたくさん種類ありますから、いいね。魚で一括りにしてくれるとめっちゃいいな。マグロ、サーモンとかさ、鮭とかそういうのじゃなくて、魚で一括りにしてくれたら、だってね、もうだって、ワンチャンクラッシュも食べていいみたいな。クラッシュはなしか。なんかね、何リレーしてるの？ハンコリレーしてんの？入ってこい。うま、それ。あ、やばい！うわー、ムキムキの魚タクにやられちゃった。魚タクっていうのかな、どういう意味なんだろう。意味はこちら、ポン。編集任せで。あ、いたね、魚ゲッチュ。 OK、 ゲッチュっていうか、まあ一旦プラマイゼロ。よし、あとはラピブラをもう一回倒せたら、俺は中トロを食べます。みんなは魚で一番食べたいみたいな感じになったら何する？俺は中トロ選んだけど、みんなだったら何なんだろう。よし、イモレ。いた、中トロ。中トロじゃねえや。ラピのこともう俺中トロっていうようになっちゃったよ。もう、ラピは俺中トロにしか見えないから言うけど。一旦こいつをパックンとして、で、ここ。いや、マジで！やば！いや、最悪なんだけど！うわ、もう絶対大トロ食ってやろう。
ここまで来たら。おい、ラピどこだよ、ラピどこだよ。ラピ。あー、もうだるいわ、そのなんか変な動き。やばい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 。ラピだるいわ、あの直二連は。もうゴリっていくわ。ラピどこ、ラピどこ、その辺いるな。ラピどこ、オッケーオッケーオッケー、いいよ、それで。ナイスナイスナイス。オッケーオッケー、いいよ、こっち来させて。やめろ、邪魔すんな、お前。あー、俺のラピが、俺の中トロが、あー、俺の中トロが、あーい。でもまあ、あれはちょっと上手すぎたから、悔しいけど、まあ、あの直撃もらっちゃったんだったらゲットできないのは当たり前だなっていう気持ちもあるわ。やばい、甘い世界じゃないな。3キル6です。ド先輩やないかよ、俺。さあ、5試合目。あ、よく使ったカルパッチョが味方にいた。敵は、いなかったわ。オッケーオッケー。よく使ったカルパッチョ。オッケー、ナイス。猫ちちゃんが押してくれたぐらいか。ちなみによく使ったカルパッチョはですね、ぷよくえさんって方でしたね。うわー、めっちゃいいやん、使ったカルパッチョ。ちゃんと二つの合わせてるね。ぷよくえさん、お願いだよー。ぷよくえ買ってあげるから、なんかぷよぷよのなんかあれなんかな。ぷよくえさんお願い。わかった。ぷよくえさんの近くでぷよくえさんを守るムーブする。シールド上げてみたりとか。はい、いつもやったよ。ぷよくえさんどう？今のかっこよくない俺。待って、守りたい守りたい。守ってあげたい。わかんねえ、見えねえよ。わけわからん。ぷよくえー！ぷよくえさんからナイスもらえませんでした。ゲットならず。カルパチョ食いたかったなー。さあ、バンカラマッチに来ました。味方は、いませんでした。敵は、いませんでした。ちょっと待って、今回史上初何もゲットできないってことある？まぁ、ちょっと本気でバンカラマッチやります。ちょっと待って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 。マジでやばい。もう時間半分使って、一個も食材ゲットできてない。やばい。ちょっと待って、ラスト、このガチオコバンカラマッチ行って、これでもし、いなかったら、一旦日にち変えて頑張るわ。ちょ、待って、でもここでほんと牛丼特盛、サラダセット、大盛り、チーズ牛丼と、マックとスキヤと、あと、焼肉行ってこいって人いるかもしれないから。花があるどうたることは、はいない、やべえ、写真撮るのはセンサー的。やべえ、やべえ、やべえ、もう最後終わった。いや、もうマジで今日無理だ、今日無理、今日ね、多分ね、ネームプレート勢寝てる。もうちょっと俺も寝る、おやすみ。ちょっとマジでまた別日にちょっとこれ、残りの時間取るわ、おやすみ。さあ、ということで、土曜日の夕方でございます、今。リベンジ土曜日ということで。よし、さすがに土曜日よ。あとね、思ったのが、本当になんかソロだとあんま合わない気がするわ。友達とかとね、スプラとかやってるとね、食べ物めっちゃいるんだよね。なんでな土曜日の、19時なんて一番スプラトゥーンやってるでしょ。いや、ご飯の時間か。ご飯系の名前の人はご飯食べてるかもしれない、もしかしたら。なんならマッチングしないんだけど。ねえ、40秒マッチングしてないんだけど、ちょっと。もうやめようかな、今日。さあ、来い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 、何天ぷらいた味方に。天ぷらと、敵は、カプリチョーソ。わかんない。でも天ぷら欲しい。天ぷらなんで誰もしてくんないんで。ちなみに、セットコマルさんが、この弓の人か。弓の人が天ぷら。オッケー。やばい、ちょっと、天ぷらさん、本当にお願い、天ぷらマジ食べたいの。あー、天ぷらさん、ナイス押すわ、これ逆に。天ぷらさん、これはナイス押して。これナイス押さないの？これ押さないの？あ、ナイス押して、誰か。わしじゃよさんか。おじさんはいらないんだよな。最後にボロ勝ちしてナイスをしてたら、ナイス飛び交う説。どう？最後にナイス連打。最後にナイスを連打。はい、ナイス、ナイスいいよ。ナイスどう？はい。はい。もう、はい。さあ何？敵に生かすチャンピオンよりイカ。もうイカはいいのよ。味方にまな板がいるけどな。あ、まな板でも欲しいわ。まな板買いたい、ガチで。ガチで欲しい。まな板は、お餅さんだね。
そこカバー入れて、おもちさん、オッケー、やった。おもちさんどう？それもカバー入れちゃおう。おもちさんどう？ナイスと飛び交うよ、それナイス。それもカバーし、ナイスナイスナイス、おもちさんおもちさん。これもやったら、ナイス。おもちさん俺が死んだから代わりによ。あーでもな、まな板ダメかー。いやもう俺のさ、最近使ってるまな板、もう、あれ、2年ぐらい使ってるのかな。いや、3年ぐらいかな。なんか反ってきちゃって、なんか切るときにくるくる回っちゃうから、もうマジまな板としてのさ、尊厳がなくなっちゃってて。そうそう、だからちょっとマジ変えたいんだけど、ちょっとね、ちょっとおしゃれなキッチン用品屋さんみたいの行って、まな板見たの。そしたら、8000円ぐらいして、さすがに買うのやめとこうと思ったんですが、おすすめのまな板あったら教えてください。今、くるくる回りながら使ってます。さあ、皆さん、時間的に、次の試合がラストです。もしゲットできなければ、今日ただの断食スプラ動画になります。ただ、一個でもくれば、何か口にできると。さあ出汁が取れる、なんか干し物、干し椎茸か俺、もしかして。あ、俺もしかしたら今日干し椎茸は食えるかもしれない。いやもう干し椎茸ってもう、初めの一歩の高村かって、わかんねえか。ボクシングの人が減量で食うものなのよ。食うものってか食ってるのよ。もう干し椎茸でもいいから食いたい。やばい、終わった終わった終わった。ナイス。おマジか。よし、ここにイモリです。はい、こんにちは。ここにいるなんて思ってもないよね。バリアもあるんだな。気持ちいい。今2人倒したけど、結局何だったんだろう。多分干し椎茸ゲットしてんじゃないのこれ。あれ誰だろう。干し椎茸さーん、違うかな。一応3人倒してるから、多分干し椎茸、干し椎茸さーん、干し椎茸が欲しいだけ。もうさ、今日はね、カロリーもないからさ、許してあげて。もう面白いこと見えないよ、だって飯食わなきゃ。俺の干し椎茸、くそー。干し椎茸はでもゲットしたと思う、さすがに。キルはめっちゃした。誰が干し椎茸だ。チャージャーだったら絶対ゲット、ブラスターだったら審議。え、あ、シャプマ、え、シャプマにはやられてないぞ全然。まあ干し椎茸ゲットです。出汁が取れる干物ゲットです。多分出汁が取れる干物、え、一応検索してみるか。なんだ、出汁が取れる食べ物は鰹節、昆布、煮干し、野菜、椎茸、大豆、ひき肉、手羽先。え、ひき肉え、ひき肉。でも7キルしてて、相手のシャプマ1キルだから、これ絶対にゲットしてるわ。もうゲットさせてくれ、これはもう。ただえ、ひき肉？え、手羽先？なんか急にイージーモードになったんだけど。まあなんかこの中で頑張って、なんかいろいろ料理作りますわ。じゃあ頑張ります。また今度、すいません、なんかボツ動画にしようと思ってたんですよ。ボツになっちゃったねーみたいな。まあしいたけでいいか。もうなんか24時間マッチングした食べ物しか食えない企画、はい、もう初のボツ動画ということでね、出汁が取れる干物で頑張ります。俺が干物になんなきゃいいけどな。はい、実食編あればどうぞないかもしれません、今回は。あればどうぞ。どうも、コダックでーす。なんか乾いた出汁いっぱい買ってきました。これをこんな感じで水の中に全部入れて、出汁取ってお吸い物みたいな感じで食べたいと思います。入れました。これを火にかけて、なんか出汁をちょっといっぱい取りたいと思います。じゃじゃーん、いろんな出汁で取った汁、ほぼ透明みたいな。いや、わかんねえわ、赤いから。いただきます。今日これしか食べれないから死ぬって。いやでも1時間経たないぐらい煮込んで、まあ、結構いい匂い部屋充満したからもう大丈夫かなと。いただきます。あー、めちゃくちゃ出汁効いてるわ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、あなたトリミング前でちょっとボサボサなんだから。ねえ、かわいい。ちょっと、あなたに垂れたら大変だから、ちょっと、待って、ちょっと前で止まる。あー、でも、うめえわ。けど、味噌がマジで欲しいって感じ。これ味噌汁にしたらやばいぞ。ちょっと濃いめのお吸い物飲んでるみたいな感じ。もうエビとかいない。エビどこ行ったん？逆、タッチ。